はい、どうもロキヤマトです。今回は不死鳥の体験の強化に使うワシの卵を集めたいと思います。非常に時間がかかるコンテンツということだったので、今回は録画でダイジェストでお送りしたいと思います。ワシの卵の入手方法は崖の町とクリア後のコンテンツで入手が可能なんですが、クリア後のコンテンツはまだほとんど触っていないので、今回は崖の町で集めていきたいと思います。今回ね、ここで集めておかないと次のメインクエが崖の町になっているので、急ぎで集めていきます。集め方は基本的になかったらロードしてさらに集めていくという形です。このようにね、ここに光る、ちょっと見にくいんですけど、光る、オブジェクトがあればそれがワシの卵の可能性があるということなので、光が見えたら、村長の家に向かって、そこから下に飛び降りて回収していきます。今の音声は後乗せ、当てれこで、乗せているんですけど、これ本当に大変でした。クリア後の、母の日記っていうコンテンツがあるんですけど、そちらの方ではもっと簡単に入手ができるらしいので、急がないけどクリア後に集めたいなっていう方はそっちをやった方がいいかもしれません。はい、回収して、違かった場合はオプションその他からロードして再度やっていきます。ここからはダイジェストでご覧ください。どうぞ。
はい、ということで無事2つのワシの卵を入手することができました。いやー、ほんと大変でした。これ録画するまでに実は1時間やってたんですよ。1時間やって出なかったんで、録画してじゃあちょっと残しておこうということで今回録画させていただきました。こんな感じで引き続きレプリカント楽しんでいきたいと思いますので、ぜひぜひ続編の生配信もご覧になっていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。